こんにちは、さおりです。今日は赤レンズ豆 100% のお豆のパンを作ってみました。赤レンズ豆は低カロリーで、タンパク質や食物繊維、葉酸やマグネシウム、カルシウム、鉄やポリフェノールなどが豊富に含まれている栄養満点のお豆です。その赤レンズ豆を使ってヘルシーで栄養満点のパンを作っていきます。赤レンズ豆を使っていきます。カルディで買いました。赤レンズ豆は浸水させないで、そのままきれいに洗って使っていきます。しっかり水を切った赤レンズ豆をブレンダーに入れていきます。次にお砂糖を大さじ1杯入れていきます。お砂糖は入れても入れなくても大丈夫です。お豆の味がしっかりするので、入れなくても美味しいと思います。次に油を大さじ1杯入れていきます。次に塩を1つまみ入れていきます。次にベーキングパウダーを 8g 入れていきます。次に豆乳を入れていきます。豆乳を減らして水に変えても大丈夫です。ブレンダーにかけていきます。途中で止めて、一度縁についた豆を落としながら、もう一度回していきます。豆の粒がなくなるまで、しっかり混ぜていきます。クッキングシートを敷いた型に流し入れていきます。180度のオーブンで20分焼いていきます。赤レンズ豆のミニ食パンの完成です。焼きたてはしっとりふわふわです。お豆の味がすごくします。レンズ豆の味がそのまましてすごくおいしいです。焼きたてはしっとりふわふわですが、冷めてくると少し硬くなって味噌パンみたいな食感に変わります。レンズ豆はよくカレーに入れますが、このレンズ豆のパンもカレーにつけて食べたらすごく合うと思います。カレー味のディップソースを作ってみました。
カド半分を潰したものにカレー粉とガラムマサラを入れて、塩を一つまみ入れて混ぜていきます。メープルシロップも少し加えました。レンズ豆のパンにたっぷりのせて食べるとすごく合います。おいしいのでおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。